もしかしたらこれ出して全集出してね、はい、もうこれで、写真集卒業とか、はい、そういう風に撮ってる人もいると思うんですけど、はい、どうでしょうその。あ、実際私もそう思ってマネージャーさんに、はい、私はもうこれが最後なのかなみたいなこと言ったら、いやそういうわけじゃなくて、この今まで誕生日に毎年出させていただいた写真集をまとめて出せるんだよっていう風に言っていただけたので、しかもこの全集の最後には To be continued っていう文字もあったので、うん、これからもまだまだ写真集たくさん出して、アーロン・ジャッジのホームランと同じ数の写真集を出したいと思っているので、ワニブックさんこれからもお願いします。ってことは50冊以上ってこと？はい、今日ホームランも打ちましたので51冊51冊、今のところ写真集出す。はい、ということはまだまだ写真集を出していきたいと。はい、まあ、自己採点するとしたら何点ですか？もう何点ぐらいだろう、アーロン・ジャッジの99点。あと1点は何ですか？1点というよりも、もう私の中では実は100点満点で、そのでも100点満点を超える点数って何だろうと思ったら、アーロン・ジャッジの99かなと思って99にしました。満点です。ありがとうございます。すいません、そのアーロン・ジャッジ選手と今大谷選手が MVP 争いをしてますけど、はい、このことについてはどのように？はい、まあどちらも本当に応援しているので、私的にはすごく楽しみなんですけど、アーロン・ジャッジはこの前週が前週である2018年よりもちょっと前ぐらいからジャッジのことをずっと応援しているので、あのアーロン・ジャッジの活躍がすごく楽しみだし、この全集を持って今シーズンジャッジに会いに行きたいなと思っています。今年モーニング娘。が25周年ということで、来シーズンからはファイターズもエスコンフィールドに行きますので、エスコンフィールドでコンサートができたらいいなと思っています。これ牧野さんのその特別なライブとかではなく、モーニング娘。としてのライブ。はい、モーニング娘。としてのライブがしたいです。あのこれからということで言うと、じゃあ牧野さんはまだまだモーニング娘。で、はい、そして活動していくっていうのには変わりない？はい、もちろんです。 The, あの To be continued って書いてあったように、写真集もこれからも出せれたらすごく嬉しいなと思いますし、全集もまだ私今回は20歳までの牧野マリアがまとまってて、21歳からはまだまとめられてないので、もう一回、もう一回とは言わずに全集をまた出せれるように頑張りたいなと思います。